行き止まり？ここが最深部ってこと？何あれ、なんだかすごくおぞましいもののような。もしかしたらあれがライムたちの思いが届かない元凶なのかもしれない。一体何なの？調べてくるよ。ちょっと危ないよ。少し触るだけだって。こういうのはリーダーに任せて。私が元凶ってこと？やっと来たね。やっと？ あなたたちは？きっと答えは決まってるんだろうけど、聞くよ。あなたは何者？答えはもう見つけた？なるほど、みんな私ってことか。この世界でいろんな人と出会った。いろんな思いをもらって絆を得た。全て私だけの特別、私だけの宝物だから。私は星崎青、他の何者でもない。きっとそれでいいんだ。でも、そうして得たものすべてをあなたは捨てることになる。え？オリジンに思いを届けて作る世界、それはあの子たちが望む元の場所に似た世界。そしてそれは同時にあなたがいた世界でもある。あなたはこれから作り出される未来から来たんだよ。え？じゃあ私は元の世界に帰るだけ？なら悩む必要なんてないじゃん。みんなで私の暮らした世界に行けるなら。あなたはみんなに出会えない。誰よりも分かってるでしょ。生まれ直したあなたは、あなたが知っている通りの人生を送る。普通に生まれて、普通に成長して、普通に学生になって、そしてまた。雫世界にやってきて、世界を作り直し、全てを忘れて生まれ直す、その繰り返し。あなたがそうすることで、あの子たちの平和な未来が約束される。しかしあなたには何も残らない。もう何度こうして私を残してきたんだろうね。ねえ、あなた本当に私？なんでそんなこと知ってるの？
あなたは。それに触れた時、私は私ではない何かになった。それは世界を超えた存在、世界の全てである。どこにでも存在するのだから、それはそこにあった。そして私が私である限り、必ず私がそれに触れる。お前もそうだっただろう。だからここで諦める。終わらせろ。それか、お前がこの永遠から抜け出す唯一の方法だ。やだ、私はみんなの思いを未来につなぐ。たとえ私がどうなろうとも。あなたが立ち塞がるというなら、倒してでも先に進んでみせる。思い、思いは理屈に合わないことをさせる。人間が自ら定めたルールですら平気で破らせる。世界のルールにすら例外をもたらす。いつか何かの思いがまた例外をもたらすかもしれない。何を。それじゃあ始めよう。あなたの思い、証明してみせて。これはユザ、ライム、うまくいってるの？わかんない。あれ、ここは屋上？なんで私たち戻ってきちゃったの？いや、いつもの屋上と違う。これって一体。青ちゃん、一体何があったの？あったんだ、最後の敵と。最後の敵？私たちの思いをとどめていた元凶だよ。あいつを倒せば全部終わる。みんなついてきてくれる？もちろん。勝つんでしょ、あれに。勝ってオリジンに思いを届けて新しい世界に行く。私たちならできるよ。はい、みんながいればきっと大丈夫です。みんな、ああ、前にもこんなことがあったな。そうだ、悩んでる場合じゃない。私はみんなの大切な日常を守るために戦うんだ。ねえみんな、最高の夏休みだったと思わない？ん？この世界での暮らし、すっごく楽しかった。まるで毎日が夏休みみたいだったなって。でもそれももう終わりにしなきゃ。学校でまたみんなと会うために。
やろう、みんな。私たちなら、できないことなんて何もない。帰ろう、私たちの日常に。終わらせよう、私たちの夏休みを。私たちの意地を見せてやろう。こんな箱みたいなのに負けるわけにはいかないもんね。よし、やるよ。油断しないで。私が支える、私が支える。どういうこと？行きましょう。こんな形だからこそ何をしてくるか分かりません。気をつけて。私に飛ぶ力を。力でみんなを守る。特別はここに。次はどうしよう。私が支える、私が支える。私の番。いつでも行ける。カゴ、元気かけます。オーケー。当たって。おい、デイさーい。届いて。次はどうしよう。私が支える、私が支える、私が支える。よし、私の番。ここ、私が支える。いける。切り刻め。私が支える。見える。くらえ。切った。くらえ。私が支える。見える。デイ、デイ、大丈夫ですか？いや、もっと早く、もっと鋭く。これで終わらせる。くらえ。そう簡単には終わらせてくれないってわけか。こりゃ相当怒ってるね。望むところだよ。こっちだって怒ってるんだ。強敵だよ、気をつけて。よし、やるよ。私が支える、私が支える。いつでもやれます。キャー！さあ！よし、私の番。私が支える。元気のおすそ分け。私が支える。
この力で。いつでもいける、いつでもいける。
ける。カノン、私が支える。私の力になります。
思いも鋭き刃に。これを使うよ。私が支える、私が支える。どう動こう。カゴン準備よし。この思いがあれば、私はどこにだって。
ていける。いけー、いけー、はあ、大丈夫？みんな。なんとか。よかった。全員無事で。うん。ここは本物の屋上みたいだね。装置は止まってる。世界の再構築はどうなったんでしょうか。少なくとも思いを一つにまとめることはできた。あとは待つのみということですか。この世界とももうお別れなんですね。あ、青ちん、どうしたの？ねえユズ、雫世界に残された時間ってあとどれくらいなのかな。わかんないけど、もって一日かな。一日か、何日も何日もこの世界で過ごしてきたからさ、そう思うと一日って短いね。うん。私、ギリギリまでこの世界で過ごしたい。いろんなものを作ったり遊んだり、長い間みんなと一緒に過ごして愛着も湧いちゃった。でもこれが最後の一日。誰と一緒に過ごそうかな。そうだな。ねえ青、ちょっとだけ私の話聞いてくれる？ん？もちろん、ちょっとと言わずいくらでも。ありがとう。なんだかようやく長い戦いが終わった気がするんだ。長い戦い？うん、私が初めてリフレクターになってから今に至るまでの長い戦い。あの時原種をリフレクトして一つの区切りがついた。でもその影響で世界はおかしくなっていって、結果こうなった。私が世界をおかしくしてしまった。それは、うん、ユズとライムが言ってくれた通り、あの決断は私だけのものじゃない。私やユズ、ライム、
あの場にいたみんなで選んだこと。とは言っても、やっぱり消化しきれない思いはあったんだ。このまま世界が滅んでしまうとしたら、私はきっと自分を呪うだろうなって思ってた。でも、そうはならなかった。今私たちは希望を持って前を向いてる。可能性を信じて新しい世界を目指してる。私にとってそれが何よりも救いだった。あの日始まった戦いがようやく終わった。そんな気がしたんだ。これも全部みんなのおかげ。みんなが希望を手繰り寄せてくれたから。それを言うなら、今があるのはひな子さんたちが希望を未来につないでくれたからだよ。ほら、ライムさんも言ってたでしょ。あの日の決意があるから今があるって。ありがとう、青。青がいてくれてよかった。え？みんなをここまで引っ張って導いてくれたのは青だと思うから。そうかな。青って自己評価低いよね。それは否定できないかも。青はすごいよ。私ちゃんとやれたかな。うん、力になれたのかな。うん、そっか。ひな子さん、こちらこそありがとう。会いたい、青に会いたい。私は奇跡を信じる。もう思い残すことはないかな。うん、いよいよお別れだね、この世界とも。もし成功すれば私たちは平和な暮らしに戻れるんだよね。日和さんでもやっぱり不安？うまくいくって信じてる。信じてるけど、でもやっぱり不安だよ。肺がなくなれば、肺さえなければ私だって生きられるはずなんだ。でもそんな簡単な話なのかって疑ってる自分もいる。うん、それにここでの生活も元の世界での思い出もなくなっちゃうなんて。望む通りの世界が再構築されるとは限らない。それに再構築後の世界でもまた同じような人生を送れる保証もない。もしかすると元の世界の友人と新しい世界では友人になれないかもしれない。クノさん、もし私が新しい世界で生きていけるとしても、皆さんとは出会わない方がいいでしょうね。
まだそんなこと言ってるの？何にも気にしてないのに。私が気にするんです。あおちゃん、何か考えてる？ああ、確かに私も不安だなって思う。でもそれと同じくらい期待もしてる。期待？なんだろう、ふわっとしてるんだけど、飽きるほど聞いたセミの声も、毎日変わり映えのしない通学路も、嫌だった補習も、ずっと退屈だと思ってたあの世界だって、きっと今なら輝いて見えると思うんだ。だから楽しみ。私はそう思ってるよ。あおちゃん、うん、きっとそうだね。世界の終焉。結局最後まであおちゃんに助けられちゃった。そうですね、今の私たちがいるのは星崎さんのおかげです。青がいなければできなかったことがたくさんある。私はあんまりその実感はないんだけどね。それでもうのです。ありがとう青ちゃん。心、私こそだよ。私この世界に来てからずっと考えてた。こんな平凡な私に何ができるんだろうって。柄にもなくリーダーなんかやっちゃったりしてさ。こんな私だからやっぱり大失敗もしちゃったりして、それでもここまで来れたのはみんなのおかげ。みんなが支えてくれたから私は今ここに立ってる。みんなと出会ってこの世界を回っていろんな記憶を見て、みんなの大切を知って、そうしてたくさんの思いに触れて、私は多分退屈な毎日を過ごしてた頃とは違う自分になれたんだ。私何かできたのかな？みんなに何か返せたのかな？たくさんもらったよ。青が思うよりずっとたくさん。星崎さんがいたから私たちはつながれたんです。青ちゃんからもらった思いで私たちはつながって結ばれてるんだよ。みんなありがとう。これが本当の最後。気づけばあっという間の夏休みだった。でも私たちは結ばれてる。私たちがそれぞれの日常に戻ったとしても、それだけは絶対に変わらない。だから怖くない。やばいシャヨ。
なぜかとても切なくて。